こんにちは、幸太郎です。今日は鴨ゆらりんこ橋というところにやってきました。この上が糸島半島で、ちょうどここら辺です。駐車場の目の前に橋があったんですけど、これがゆらりんこ橋なんでしょうか。今登ってきたところを左に行くと二条岳という登山のコースみたいです。30分ぐらい歩けば神社があるらしいんですけど、今日はお花見なので別のルート行きます。人が歩くと意外とゆらゆらします。橋の上からでも遠くの海が見えます。今左に行ったんですけど、今度は右に行きます。こっち これはやばい。今上の方まで歩いてきたんですけど、まだ左の方に道あるんですけど、誰も歩いてなくて、これ以上は特に何もなさそうなので降りようかなと思っています。それにしてもここは桜がものすごくいっぱいあるし、菜の花もあってですね、めちゃくちゃ綺麗です。ゆらりんこ橋行ってきました。想像以上に駐車場から近かったりとか、来やすいし結構ゆっくりできる場所かなと思いました。